天ぷらを塩で言ったらもう大人だよ。どうも始まりました。どうしたんですか。私がこうですね。アシスタントじゃないですね。メガネが違う。アシスタント仮面寿司の神谷エリナです。エリナさん。はい、ということで今日もなんとスペシャルゲスト来ております。この方たち。はい、ロックの萌え姫月の萌です。萌ちゃん。はい、18歳になったらもう大人、選挙に行こう、東大アイドル桜井希です。出たいやーすごい、持ち込んでくるんです、毎回ね。豆知識取られてますよ。豆知識ね、まあ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 、ね、そうだね、選挙行こうね。はい、選挙行きましょう。天ぷら塩で食べるんじゃなくてね、選挙行ってください。食べてもいいよ。はい、ということでこの4人が揃ったってことは、揃っているのはもしかして、クラゲ、もしかして今日はそう、頭にクリスタルもつけてるし、うん、今回もブリブリデフォルトフェアリーズエフェクト、略して BDFE。 うわいや、もう我々のこのクリスタルも様になっててね、うん、はい、ね、そうですね、各ライブとかね、俺も地方営業の時もこれつけてやってるんですけどね。特別感ありますから、ね、はい、ね、アイデンティティの一つになってきました。そう、何なんですかみたいに言われなかった、あ、つけてる人なんだって、ね、そういうもんだと思う、ね、はい、ツッコミゼロかみんなが共感しちゃった、ね、ね、ということで、はい、ということでね、うん、今回もスタッフさんにお越しいただいています。お、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ねえ、キレてるよ。ねえ、髪合いになってたら来ていただいて、すみません、なんかね、キレてる、キレてるし、ゆきちゃん、クリスタル落ちてるよ、ね、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ、机にいる方だからね。前回、スタッフさんからも軽くお話ありましたが、はい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 、難しいところに戦いに行こうじゃないかと。そうですね、せっかくなので、高難易度のダンジョンに挑戦できればと思います。はい、ということで、はい、あれ、私どこにいるか分かる？あれ、どこ？ここだよ。はい、ということで、はい、じゃあ早速、はい、どういった感じでいきますかね、佐藤さん。はい、ですね、今回はアビスホールの25階に挑戦したいと思いますので。アビスホール、あ、アビスホールだ。あれだ、そうですね。じゃあ入りましょう。ついてきちゃうよ。タップしていただいて。ついてきた。25階ですね。25階、現在の階層と一番下のところです、ね、あ、25階、はい、お、神谷、いいの、私いる、みんな持ってた、なんだ、みんなすごい、今来てますよ、25階、はい。さあ、そうしましたら矢印、はい、あ、みんな、さあ、みんな、うわー、すげー、みんなー、みんなー、わーい、わーい、いや、早い、いや、こっち、いた、あ、いた、すげー、すげえ強そうだね。シンボルにぶつかると戦闘が開始します。私帰る。いや、帰っちゃダメだよ。よし、そのシンボルにぶつかると戦闘が開始するそうですよ、うん、なるほど。じゃあ、誰か行けなよ、誰か行けなよ、皆さんで行きましょう。いや、でも、あ、あ、入ってたな、助けて誰か入りました、さあ、あ、みんな来た、さあ来ました。私が一番右、名前も出てますね、タップ、みんないる、みんないる、タップスタート、みんないる、さあ、待って待って、移動したい、移動して、何かしら来るよ、これさあ、なんか、こう、溜まったら、これ回復か、溜まったら必殺技、エイナちゃんが、溜まらない、回復してくれるのはエイナちゃんだけなんだって。これ全部回復、溜まらない、あ、ただ回復した、1階からも睨めてない、にらみが、必殺技ね、みんな、ほら、ちょっと、じゃんじゃん削っていこう、じゃんじゃん必殺技を貯めて、で、すごい、なんか私、あ、必殺技いけない、なんか一緒のマットしながら回復してます、なんかみんなの回復していったよ、はい、必殺技、回復したよ、回復、ほら戦って、早く倒して、やってる、私も何もできないから、やってる、私は回復しかできないんです、だから回復しなさい、だからやってる、早く倒せ、バンバン倒せ、私も狙われてる、なんか、びっくりマークは何、これ何かアドバイスございますでしょうか。
いっぱいあの一般の方が来てくださってるので、はい、みんなで一回プレイしてみるっていうのはいいかもしれませんね。なるほど。じゃあジャス君がユーザーさんと一緒に共闘して、はいはいはい、ちょっと戦い方を学ぼうじゃないかと。そうですね、はい、おどうしましょうか。そしたら教えてほしい。ちょっと一旦離れたところに移動して。離れたところにジャス君、離れたところに、はい、で右上のパーティーボタンがありますね。はい、一回解散してください、はい、解散。早い、ごめんなさい、君たちはまだ練習しなきゃいけないね。解散、解散どこ押せばいいのかな。赤いボタンですね、ちっちゃい赤いボタンです。はい、はい、解散と書いてますね。はい、これで、はい、そうすると、先ほどのようにシンボルにぶつかると他 の、 あの、はい、一般の方が入ってこれるようになりますので。ほうほうほう、じゃあそのまま。そうですね、一回チャットとかで呼びかけてみるといいかもしれません。じゃあパーティーが離脱しますね。じゃあチャットで離脱、これから一緒に戦ってくれみたいなことですかね。はい、はい、アラニュー募集って出てる。早速これでいいかな。うん、で、ちょっとエリナちゃんやモアちゃん、ユキちゃんも、はい、変なとこ行って、これでちょっとユーザーさんの戦い方を学ぼう。さあさあ、変なとこ行っちゃった。さあさあ、変なとこ行っちゃった。何やってんの。さあさあ、でもユー倒れてる、ちょっとユー倒れてるから。はいはいはい、負けてる。さあさあ、違うとこ行っちゃった。ちょっと、さあさあ、大丈夫、大丈夫ですよ。学ぼう。他の方が戦ってるとこに入った感じですね。さあさあ、私はどこに行けば。あ、でもすごいよ、すごいの。ホンビめっちゃ強いじゃないですか。強いでしょ、強いでしょ、やるっしょ、やるっしょ。すごい、え、すごい、だってあの人ガンガンすごい、ガンガン攻めてます。ガンガン攻めてる、やばいやばい。はい、床の色ね。あ、床、いや、これ、ね、攻撃来るけど大丈夫かな。よくないよくない。おー、うまい、手前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 。確かに抜けるの大事ですね。抜けるの大事、食らっちゃうと終わりだからね。うん、まあ、できるよね。でも攻撃来るとこ分かってるから、分かりやすいちゃう。まあね、一緒だ。この前衛中衛防衛でしょうか。最後、終わりだ。あー、終わりだ。なんかジェス君、どう戦い方学べた。戦い方学べたって言うか、周りめっちゃ強い。もう一戦だけ行ってみようか。じゃあ、待って、待って、いや、来た、よし、で、来い、みんな来い、よし。誰も入ってこなかったのか。いや、大丈夫だよ。無言で入ってきた。みんな優しい。みんな来た。早いんだ、みんな。はい、行け。企画に。超強い。すごい、すごい。マジで、ゴージャスさんめっちゃ強いみたいになってる。俺めっちゃ強いし、すごい強そう。お、魔法とかすごいですね。魔法もすごい。そっか、ゴージャスさんはナイトだから、ね、直接的に行くのか。うわ、すごい、めっちゃやばい、後ろ下がったわね。やばいやばい、下がったらいい。あ、後ろ下がると、あ、でもそう、あ、ちょっと怖くなっちゃう。あ、いい感じ。ジャスク、スタンプ押せますか。いやいや、無理だろ。ヘルプとか、ヘルプとか。やばいやばい。俺に任せろって送ってますね。俺に任せろって言ってダメージのところにいっぱいいましたけれども。お、でも半分ぐらい削ってる。ねえ、もうそれ。そこから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 そこスタンプやらす時じゃない。スタンプをやらす時じゃない。燃えてるよ、ほら。でもこの二人が勝てば、俺らも勝ったことになる。ほら、ナイトはなるべく前列が A ですよとか来てるよ。これ生き返らせてくれ。おお。おお。すごい。すごい。もう、もう負けれない。頑張って。ちゃんとアドバイス来てます。あとちょっと、もう一滴。打ちたいんだ。おー、すごい。いや、必殺技待ってて終わったわ。すごい。やっぱ強いな。面白い。いや、面白い。楽しい。こういうゲームです。面白い。いやー。熱くなっちゃった。アドバイスありましたね。本当にアドバイスありました。ジョブごとに多分
税公営みたいなと、うんうん、そこ見てないよそこ大事ですよ。どのスタンプやるかってずっとですよそこ見てないまあなんかあのスタッフさんなんかパーティーの組み方とかもいろいろあるんでしょうね、うん、そうですね、もうね、うん、いろんなジョブがあるんですけども、うん、組み合わせに正解がないようにできてますので、うん、まあ、いろんなジョブで一緒に遊んでもらえたらいいかなと思っております。いやこれみんなでワイワイが楽しいね。楽しいですねこれね、うんうん、今回ここまで。いや一個前のやつ俺が最後必殺技聞いたみたいな感じで、なんであんなのがフォーメーション一番前に近づいたらもう倒れたところにゴージャスさんが意味もなく突き刺して意味もなく倒れた意味もなく倒れた。めっちゃ性格悪いじゃないですか。いや最終的に見た感じは俺が倒したらみんな感じはね、いい実際も倒れてたからそれでいいだろう。はい、ゲストの人ありがとうございます。ありがとうございました。いやもう楽しかったです。みんなでバイバイやっていいですね。やっててもオンラインうん、いっぱいねユーザーさん来てくれるし、ありがたいですね、やっぱりね。うん、ゆきちゃんはやっぱりコミュニティの素晴らしさっていうのを再確認いたしました。硬いんだよ、コミュニティに属しているってことがどんだけあの精神的に効果があるかっていうのを今回感じることができました。うん、終わった。何今超短いのに何でも言えるんですか。あの、スタッフさんもどうもありがとうございます。ありがとうございました。何か装備がもらえるみたいな、らしいですね。そうですね、はい、今プレイ、コラボ期間中でして、はい、ファイナルファンタジーブレイブエクスピアスと、はい、ファイナルファンタジー初のコラボですね、はい、やってまして、今ログインしていただくとですねモーグリの装備というのがもらえるようになってます。おこれはね、好きな人も嬉しいしね、うん、ぜひ今から始めてもらってもね、うん、いいと思いますよ、うん、おということで皆さんダウンロードするしかナイジェリア、それおここおナイジェリアあんまりやらないからね初めて見た、貴重です。初めて見た、はい、ということで、はい、ぜひダウンロードしてゴジャスと共に強くなりましょう、うん、はい、ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。一番地味だよね。一番地味っすね。違う、いつもの衣装どうしたの。服で輝くんじゃなくて内から輝くんですよ芸能人は。わかりますか。一番輝いてるのは誰。私です。よく言えたよ。自己完結や。怖いな、なんか怖いよ。どんな自信持ってんだねえ、ねえ、さんああもちろんそうですね。油断しちゃダメ。油断しちゃダメ。